この量です。今日はベーグル屋さん回ったんですけど、まあもともとちょっとイートインできるところはなかったんですけど、店内の撮影もダメだって言われてしまったので、ベーグルをちょっと買ってきてホテルで食べようと思います。でちなみにベーグルはこれなんですけども、わかりますか皆さん、これこれで、わからないですよね。紙が白いんでもうお店の名前入ってないんですけども、今日行ったところはマンハッタンじゃなくてブルックリンのベーグルスミスってところになります。地下鉄の駅が L ラインの、 あのレッドフォードアビニューの駅からすぐ徒歩10秒ぐらいのところにあるんですけど、いつでも行けるだろうと思ってたんですけど、なかなかちょっと行く機会なく、マンハッタンのベーグル屋さんって結構閉まるの早いんですよ。早いところで4時ぐらい、だいたいみんな5時6時にベーグル屋さん閉めちゃうんで、夜ちょっと遊びに行って帰りベーグル食べようと思ったらなかなか食べるところはないんですよね。うちの店も結構早く閉まるから人のこと全然言えないんですけど、24時間空いてるってすごくないですか。もういつ寝てるんでしょうね。まあスタッフがあると思うんですけども、一応ですね24時間空いてるということなので、もうすごいベーグル屋さんだなと思ってベーグル買ってきました。今回買ってきたのがじゃーん、あれこれただのベーグルじゃん、ベーグルさんじゃないじゃんと思うでしょ。基本的にベーグル屋さんにサンドしてもらってで持って帰るみたいな感じですけど、アメリカってサイドつけてっていうのはあるんですけど、これベーグルを買ってでサイドにクリームチーズをかぶるという形もできるんですよ。これこれドライトマトのクリームチーズとベーグルを買いました。オレ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 まあ遊んでる場合じゃないんですけど、このプレーンのベーグルを買ったんですよ。で、トーストしましょうかって言われたんですけど、いやいいですって言いまして、いろんなとこでベーグル食べたのでもうお腹いっぱいだったので、夜は1個にしとこうって思ったんですね。なんですけども、これ全部食べきれると勇気はすごくなくてですね、これサイドにしてもらって食べたい時にクリームチーズを塗ろうと思って買ったんですよ。今回はちょっとサンドじゃないけどサンド自分で作るバージョンという形で買ってきました。けどまた測っていきますね。11cm ぐらい、11cm で横がで縦が 10cm ぐらい、10cm ぐらいかな。であと高さが 5cm ぐらいかな。まあニューヨークの標準的な大きさかな。今から重さ測ります。154g。 S さんベーグルが184だったから 30g ぐらい軽いのかな。でも大きさ的にはこうあまり変わらないような気がしますけどね。どうなんだろう。でもさ、まあ、S さんベーグルから比べると 183g だったから、これで 154g なので少しですけどね、誤差の範囲ではないと思いますね。 30g も違うってことはいうぐらいの大きさのベーグルになります。ツヤとかもこんな感じで、こんな感じですね。ベーグル、はい、ベーグルの値段が 1.25 こっちだわね。だわね。でクリームチーズが2.88になりますね。ちなみにクリームチーズが 116g を量りで測って乗せてたので、カップで入ってるから 16g がプラスなのかな。では今からこのベーグルにこのクリームチーズを入れて食べていきますね。ちなみにベーグルとクリームチーズを別に買った時に切りましょうかって言ってもらったんで、切ってもらいました。これだったら家帰っても自分でベーグル切るのってなかなかすごく難しいじゃないですか。僕も最初自分でやった時手切ったりする場合があったんで、こうやって切ってもらえると楽ですよね。でこのクリームチーズを、自分の好きなだけ塗れるっていうのはこれはこれで楽しいかもしれませんね。ちょっと塗っていきます。結構気泡入ってますね。
これがドライトマトのクリームチーズだ、うん、うんうん、セミドライな感じですね。クリームチーズは見立ってるかな、はい、美味しい。マイルドな感じのクリームチーズですね。ネギも入ってる、ネギ、ネギが入ってる感じ。でもたまにクリームチーズ入ってなんか得だと思ったりもするけど、なんかあまりにこうつけるとなんかムッとする感じもしません。たくさん入れてくれるのはいいけど、ここバランス的にはちょっとうんってこともあります。今日全部飲みました、そんな感じですね。でベーグルのクリームチーズサンド出来上がり。これベーグルスミスさんのベーグルです、ね、でちなみにこれで 255g。 どうですか皆さん、これ全部食べれますか。ちょっと僕難しいですけど、まあ残すの嫌な世代なんで全部食べれますけどね。まあこういう風にですね、フォークとナイフは今日持ってきてます。これ日本からですね。たまにあのニューヨークのベーグル屋さんとかで買って、なんか例えばシェアしようと思ってたりとか、後で半分食べようと思ってた時に半分切ってない時あるんですよ。ええー、って思って手で切ると手がこうベタベタになっちゃうし、まあそういうこともあるので、これとこれは持参してます。よく切れます。わあやばいわ、切れないわ。ペーパーでもいけないから、結構やばいなこれ。では今からちょっと食べていきます。おいしい。なんかすごくマイルドな感じがしますね。本当セミドライなくてトマト使ってるのって結構ピザっぽくなったりするじゃないですか。でもこれはもう本当になんかトマトって感じしますね。うん、おいしい。ベーグルもちょっと甘い感じがします。これを買いに行った時が夜の9時ぐらいだったんですよ。で、人が全然いなくて、あのお客さんが僕一人ぐらいだったので、ベーグル買う時に結構クリームチーズの前でめっちゃ悩んで、どれを買おうかってめちゃくちゃ悩んでたら、店員さんがこう声かけてきてくれて、どれがおすすめだよって話して、あの店内の写真撮っていいですかっていう話したんですよ。そしたらダメだって言われてしまって、いや実は僕もベーグルメーカーなんですよっていう話をしたら、マジでっていうことになって、でそこからで僕のインスタを見せて、なんだこの日本のベーグルはみたいな感じで、俺もフォローするぜって言われて、なんかピンクも出してきて、でも後で見たらまだフォローしてもらってないんですけど、ああそうなのか、お前は日本から来たのかみたいな感じで、で写真をやっぱり店内撮らせてって言ったら、いや俺はそういうの嫌いなんだ、値段もこう映るしとかって、値段映さないしって言ったんですけど、いやダメだって、もしあの外観はいいから外からあのズームして撮れって言われてそれならいいよって言われて、あそうなのかと思って、結局外観を写真撮って、なんか窓に貼り付いてこう写真をなんか撮ったのが今出してる写真になります。でもなんか向こうでこうやって手振ってくれて、すごい楽しそうにしてくれたんだけど、でその時にちょっと呼ばれて、もう一個ベーグルもらったんですよ。これほら、いやいや本当にもうあの結構ベーグル食べてるから、ベーグル好きだけどもうお腹入んないって形になるので、一個でクリームチーズで OK って思ってたんですよ。そしたらさっきのベーグルはちょっと時間経ってるから、まあ、こっちを勧めるよと言って、なんかまたこれをこうパカーンと切ってくれて、もう一個プレーンベーグルをプレゼントしてくれたんですよ。マジでって思ってめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、これまた食べないと
まあ食べるんですけど、いう感じでなんか結構話弾んで、ベーグル作ってる人にベーグルを食べてもらおうと思った時に、向こうも自分の自信のあるものを届けたいなと。これは先にレジでもらった方のベーグルなんですけど、今食べたのはその後からもらったまだ焼きたての分のベーグルなんですね。やっぱりベーグル作る人ってちょっとベーグルが乾燥してるから後で焼いた方が絶対美味しいからこっち食べてって言われて、オーケー食べるよって言って、で写真撮らせてって、いやダメダメ写真はダメダメって、俺そういうの嫌いなんだっていう感じで言われて、あそっか、やっぱりあの自分が嫌なもの嫌っていうのははっきり言って、ベーグル作るとかにでも多分こだわりがめちゃめちゃあると思うんですよ。やっぱりそういうところは自分のポリシー曲げないでちゃんと作ってるベーグル屋さんかなと思ったりしますね。店内本当はいろいろ撮りたかったんですけどね、ダメって言われたらダメですからね。で、なんかベーグル2つになりました。これまた明日の朝食べます。でも明日の朝もまだベーグル屋さん行ってベーグル食べるので、結構ね、結構重いですね。まあでも気持ちがめちゃめちゃ嬉しいので、プレーンベーグル2つになったんでありがたいなと思います。今日もなんかそれ以外にもベーグルの肉は塩で食べたのかな。でもなんか今日で一番店員さんとお話ししてすごい印象残ったのがすごく面白くて、これもう夜の11時ぐらいなんですけど、僕ってやっぱりめっちゃ朝早いんで、多分もう8時とか8時半に寝るんですよね基本的に。こういう時だけなんですけど、こんなに深夜まで起きてるっていうのは、やっぱりそういうね、この職人さんの気持ちっていうのはすごい嬉しいなと思って、いやこっちのベーグルの方がうちの方が絶対いいからって言われて、お金払う、いやいやいいいいいいって言われてプレゼントしてもらいました。すごい嬉しいですね。ということで今日はベッドホームのベーグルスミスさんに行ってきました。まあいろいろこうベーグルって評価あると思うんですよ。硬い方がいいとか柔らかい方がいいとか大きい方がいいとか小さい方がいいって、僕いろいろあってすごくいいと思うんですよね。やっぱりそのベーグル作る職人さんがどこかにこだわってやってるんで、日本のベーグル屋さんもいろいろたくさんあるじゃないですか。まあ、小さいところがたくさんあって自分なりの個性のあるベーグルがたくさんあるんで、柔らかくても硬くても、まあ、小さくても大きくても日本のベーグル屋さんもたくさん増えて、ベーグル自身がですねもっとメジャーな食べ物になればいいなと思いました。今日はですねこのベーグル残り全部食べて、また明日ベーグル食べに行こうと思います。今日はですねなかなかお店の写真とかなくて僕の喋りだけなっちゃったんですけど、今後ニューヨークに来た時にベーグル屋さん選びに参考になったら、いいねボタンチャンネル登録お願いします。私なりなんですけども、ニューヨークのベーグルを紹介していきたいと思ってます。では今日の動画見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。ABCDEFG